どうも、マサズアウトドアチャンネルにようこそ。マサニーとカネどうでもいいチャンネルです。こんにちは、こんばんは。よろしくお願いします。さあ始まりました、マサニーとカネの放課後の部室、はい、ということでやっていきましょう。私ね、はい、車を買ったのよ。おう、ネイキッドがねぶっ壊れて、ほう、もうだエンジンがもうダメ。うん、8年ぐらい乗ったのかな、うん、前の俺の愛車、うん、多分この YouTube のキャンプの動画とかでもバンバン、そうバンバン出てる、ね、出てくる。で結構俺気に入ってて、うん、で、まあ、よくあの車いいですね、可愛いですねって、うん、もう本当女性からも男性からも言われて、うん、めちゃくちゃ気に入ってたんだけど、あれ16万キロぐらい走ってんだよ。あら、相当走ったまあ、軽にそんな走らすんじゃねえって話なん、地球4周はしてますよそんなしてんのだって4万キロじゃないですか、1周大体。あれ、そうなの地球に4周はしてます。雑学ぶち込んでくるごめんなさいいや、いいよいいよ。ごめんなさい。あ、なるほどね。それちょっと、でも1個勉強になった。そうです。そう、だから8年ぐらい乗って16万キロぐらい走ってるから、うん、もうエンジンがもうダメになっちゃって、はい、でもうエンジンオーバーホールするか車買い替えるか、うん、で選択を迫られたわけよ。はいはいはい。でまあ買い替え、エンジン乗せ替えともいいし、うん、オーバーホールでも良かったんだけど、うん、俺あんま車に飽きるってことがなくて、うん、新しい車買い替えたいとかあんま思わないから、うん、で、まあ、できても各部もうガタが来てたわけ、うん、いろんなとこ、うん、もうそら8年も乗ってるからね。そうですね。もうだから新しいの買おうと思って、新型のエブリィワゴンを買ったのよ。人気じゃないですか最近。うん、あれをあの新車で買ったのよ。あ、新車で。新車で、新車で買って、で俺その車に頓着が全くないから、うんうん、興味がない、あんまり興味がない、うんうん、あのキャンプ道具さえ乗ればいい、うんうん、と思ってるから、装備を全くつけなかったのよ、うん、で今みんなナビとかつけるでしょ。つけますね。ナビもいらない、いらない方、ナビもいらない。あとはあの雨よけ、窓の雨よけあんじゃん。あ、ありますね。あれもいらない。あら、フロアマットもいらない、うん、でもうあの抜いていいやつはもう全部抜いたのよ、うんうん、でスピーカーも、うん、ラジオ の, あの前のこのちっちゃいやつだけ、ここからしか出ないやつ、出ないやつです。それがね、まあ、だからラジオしか聞けないんだよ、うんうん、CD とかの入れ口もない、ない、うん、何もないの。何もない。でも今ほら Bluetooth で、うん、あの電波飛ばして聞けんじゃん、うん、JFP のなんかこんなちっちゃいやつとかもあります。そうそう。でそれでまあ音楽は聞いてんだけど、うん、このラジオのあの、うん、めちゃくちゃしょぼいスピーカーの音がすっげえ良くて、うん、それなんでかっつうと、ええ、まあ、タカわかると思うけど、俺はその80年代とか90年代ロック好きじゃん、その辺ばっか聴いてるじゃん、うん、でそれとの相性がめちゃくちゃいい。なるほど。あ、そうですね。いいのよ、めっちゃいいのよ。そうですね、うん、それは言えますね。そう、あのチープな音がその辺のロックにめっちゃ合う。で、なんかイメージ的にほら映画、ハリウッド映画とかの昔のシーンが、うん、アメ車乗ってて、うん、ラジオから流れてくる洋楽みたいな、あ、ありますね、ありますね。あの、なんつうの、アーバンでメロウな、メロあのメロウな音なのよ、やっぱ。あ、なるほどね。うん、もうし、それにちょっとシャカシャカしてる感じ。シャカシャカ、雑なの。なるほど。もう非常にわかる。そう、ジャミってんだけど、それがね、なんかその僕当時の音楽にめちゃくちゃ合う。はあ。だから最近のポップスとかは全然なんか、うん、やっぱちょっとあのシンセサイザーとか入りすぎちゃってる。そうね。なんかなんだけど、
もうそれこそビートルズとか聞くとたまんないわけ、ね、本当になるほどね、マジでやばい、たまんないのよ。これ聞いてほしい。わかりますよ、僕。わかる。非常にわかる。ラジオとか、も、あ、その、現場行くときラジオとか持ってってないの？いや、持ってってないですか。持ってってないですね。でも、ほら、前の会社でずっとトラックの出た時期。はい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 。で、まあ、ラジオもよく聞いてたんです。うん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 、でその時にかかってくる、その、本当に今言ってた、うん、あの、は、まあ、言ったら僕60年代ぐらいのポップスとか、はいはいはい、例えば本当にサムクックとかがこうシュワって流れて、はいはい、わーいいなーと思ってそうだその感覚だわ、うわいいなーと思って、そうあのあなんか当時のシャカシャカジャミジャミのやつが、なんか今めっちゃ気持ちくて、これ本当おすすめだなと思ったもん、あのスピーカーいじらないの、うん、無駄に、ウーファーとか入れない方がいい。バカ。バカ。バカですね。バカ。いや、それわかんない。俺らほら、好きな曲とか聴く曲をアップデートされてないじゃん。昔からあんまり。うん。そこまでね。わかりますよ。衝撃はないですよね。あの時代の。そう。10代の頃とかにきっとパーンって入ってくる。そう。あの、え、これ何っていう感じはない。アメリカリードとかかっけーとか、なんないじゃん。なんないな。なんないじゃん。なんない。うん。リンキンパークのナムが出た。なんじゃこれめっちゃこれだ。何これあれはない、ね。あれってもうないじゃん。あれはないですね。それは、その時、その当時俺らが、こう、もう熱が、もうね、あれもう熱出ちゃってるじゃん、俺ら。出ましたね。あそこに。でそれを経験してたからこうやっぱ今売れてる人たちもそこのオマージュだったりこうね、いろいろね、あ、そうですね、アップデートしてってるからここ知ってっからそんなに感動、まあ、あ、キングヌーすげえなとか思うけど、うん、なんかそ当時の感動ってあんまないじゃん、ですね、ね、そう、あの衝撃とたるやいないや、うん、素晴らしいもんでしたね、うん、そう、だその辺の音楽とか聞くとたまんないわけ、もうやばい、めっちゃ気に入ってる、うん、あのラジオ、なるほどね、そうで今まあ、バン箱バンだから軽バンだから、うん、車中泊、うん、できるように、うん、ちょっと考えて、いろいろ、いいじゃないですか、うん、そうで車中泊もできるようにして、でまあちょっとそれで旅もできるじゃん、うん、うん、テント出すのめんどくせえなとか思ったらもう車で寝りゃいいしっていう感じで、ちょっとずつそういう構想もありつつ、なんか面白い、で仕事辞めて日本一周するみたいな感じですかね、で出会った人みんなに車に寄せ書き、あ、なるほど、いいじゃないですか、してもらって500円ずつもらう、あ、スパチャにして、スパチャライブにしちゃって、ライブにして、投げ銭でいいっすね僕毎日投げます毎日投げて、投げます、絶対投げます、毎日配信するから、毎日配信、それ最高ですね投げ銭だけで飯食う一旦いいっすね一旦しましょう全然面白いね面白そう、うん、でそのなんか車変えて、ね、まあ、ネイキッドでも全然キャンプもガンガン行けたし、うん、趣味の部分では全く苦がなかったけど、またちょっと趣味が盛り上がったなるほどかもしんない、うん、今そのエブリィに変えてね、うんうん、だからまあキャンプ動画とかでまたガンガン出てくるだろうけど、うんうん、楽しみにしててって感じかな、うん、ああいいな、だから趣味で、まあ、チャリンコか、いやもうほぼチャリンコも最近全く乗れてなくて、うんうんうん、趣味って何なのかなと思って、最近もう本はバカみたいに読んでます。でも意外とあるじゃん、だから本もそうだし、まあもちろん映画、映画、映像も好きだし、きで、ね、まあでも自転車あんま乗ってないのか、最近はちょっと自転車乗れてないですね、あ、体が疲れちゃって仕事で、あ、そっか、もうガンガンあれだよね、その肉体労働だから、うん、あ、じゃあそこで運動してるから別にそこまで熱が湧いてこない、レクレーションで運動しようとは思わないってこと、なんかそういけないかなと思っ
でも山走ったりは？もう最近ほとんどないですよ。登山もないの？登山もないですね。あ、そうなんだ。登山でも一緒にしようよ。まあ、それしたいですよね。そうね、それあの、うん、ほら一応放課後の部室、これ部室だから、うん、部活ってそこだから。俺ら、じゃあ俺ら登山部だからね。そうだったの？ええ？そうだったの知らなかったんですよ。そうだよ。じゃあ行きましょうよ。登山部の部長と副部長。部長。部員は俺ら2人だけなんですよ。いや部員は視聴者。視聴者。ああなるほど。そうだよ。みんな。いいですね。で俺はその視聴者のことを部員って言ってるもん。初めて聞いたんですよ。部員の方が俺我々を見てる。そう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 。スタイル。整列して。キャプテンと副キャプテンが。ン大丈夫。今みんな整列してるから。集合かけてるからね。なるほどね。そう。なるほどね。部室で。こんなグダグダしてるやつを部員がこうやって聞いてるわけですね。そう。ほぼ同世代のおじさん。視聴者あの見れるじゃん視聴者層とか、もうほぼ同世代のおじさんおじさんしか見てないおじさんと彼女頑張ろうおじさんで登山部だから俺ら、そう登山はしようよ。しましょう。もういいシーズンでしょ。もういいシーズン。どうなの。いやもう行き全然行けますよ。行くとしたらあの日曜日で朝。朝ですね。朝。あー、分かった分かった。じゃあそうしよう。うん、ちょっと行けそうな日あと言ってよ。言いますね今度。何がいるのっていうか何がいるの。水。水？水。水。水だけありゃいいかなって。いやじゃあスニーカーとか。まあ、スニー長袖のことか別にそれはまあ朝の山なんでそこまで虫湧かないんですよ。ああなるほどね、うん、だから僕朝割と行くんですけど。へえ。なんかね温度が気温が上がってくると虫がこうどんどん湧いてくるし嫌なんですよ虫。大体何時ぐらいに行く。何時初で帰り何時ぐらい。いつ高くなる。大体、まあ、暗掛け山になると5時半発の6時半帰宅って感じですか、ね。うん、うわあ、でも1時間全部済ましちゃう感じ。済ませちゃいますね。え、それ結構ハイペースなの。まあ、それは結構ハイペースですけど、でもゆっくり行くんだったらまあ大体、まあ、今出発した5時半出発して、うんうんうん、まあ7時7時半ぐらい帰れればいいかな。はいはいはい。それは山頂でご飯食べるパターン。うん、ご飯食べたりちょっと朝食は山頂で、うん、山頂ででコーヒーかみたいな。ーーああなるほどね。それでちょうどいいかなっていう。うんうんうん。じゃあそれはしたいね。それしたいね、うん、それしたいっすね、うん、それしたい。やっぱ V も見てるからさそっか示しがつきませんもん、ね、示しも部活してないですもん、ね、部室で喋ってるだけそういう番組なんだけどそうっすこれ初めて聞いたんですよ。俺は登山部。衝撃的やったぞ。登山部。登山部だよ。あ、そうやったんや。え、富士山まで行くからね。本当に。ほら、うん、行きましょうよ。富士山行って、あの番組終了。白山とか行きたいですね。白山行きたいね。白山行きたいですね。白山登ったことあるの？あります。え、どのぐらいの難易度？難易度？いやでも全然。素人っていうかその登ったばっかりの人も。白山登ります。そうなんだ。それは何キロぐらい白山は。登頂そうですね 7.4 キロぐらいだったかな。へえ。それは高の話で何時間ぐらいかかるの。3時結構緩いペースで3時間ぐらい。ああそんなもんなんだね。午前中で行って帰ってこれる。あなるほどね。あいいね。じゃあ最初は暗掛けで行って、で次はもう全然白山。白山いきなり白山行っちゃいます。行けるっしょ。行けますか。行けるっしょ。分からない。俺はもう少し嵐島滝とか行ってもいいかなと思って。行けるっしょ。嵐島滝いいっすよ。でも分かんない。そこも行こう。大野の、うん、
大野の、あの日本百名山。絶対行こう。行こう。あの、お兄さんと何度か。あ、一回行ったんですけど。あ、ほんと？すごいいい山でした。あ、ほんと？でも僕ら、10月の終わり頃に。寒いんじゃない？結構。で、あの全然雪も降ってなかったんです。山にも積もってないから、うん、お兄さんサンダルで行ったんですよ。で僕はあのなんかあの直旅みたいなので行ったら、お前は行かれてんな。行ったら普通に積もってて、あ、凍傷するかと。お前ら本当にビッグフットと間違えられろ。射殺されろ。ということはありましたね。でも行きたいね、その辺、うん、いいっすよ、行こう行こう、ちょっと、その時あのお兄さんがあのあれパンの、あ、何でしたっけ、あのホットサンドメーカー、ホットサンドメーカーを持ってきてくれて、ホットサンドメーカーを持ってきてくれて、それを食べました。お前滑舌どういうしなさい。本当にいかんすよ。回んない。僕でもかれこれ1時間ぐらい喋ってますからね。実際2本目だよ。部員たち俺たちこんなに軽快に喋ってるけど、これ2本目だぜ。それはもう部員には関係ないから。確かに部員は1週間後だから。確かに、そう。2本目だぞ。部員はそんな関係ないから。そっかそっか、よかった。もう本当に口が回んないっすわ。疲れてきちゃダメよ。あ、ほんですね。みたいな。行きましょう、行きましょう、絶対行こう、絶対行こう、うん、行きましょう。それはじゃあ行くって決定でね、うん、でそれもちょっと動画回しながら、はい、だからそれがメインだからね。放課後の部室のサブから入ったんですか。これそう、サブから入ってる、変化球から、変化球カーブから入ってる、カーブから入る、カーブから入るから。なるほどね。技巧派、技巧派ピッチャー、こう見えて技巧派だから、技巧派ピッチャー。俺意外ほら技巧派なとこあるから、ね、あるっすね。力押ししないから、ね、技巧派、技巧派。緩急をつけて、緩急のが得意、得意。このお兄さんはキャプテンは知らなんだ。あと、ええ、あともう一個あのお願い、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 タカにお願いなんだけど、はい、ほらタカ、うん、自分のチャンネル、カワネどうでもいいチャンネル、はい、あのでほら結構アニメーション使うじゃん。使いますね、アニメーション、はい、カワネどうでもいいチャンネルとか。あ、使います、使います。俺あれすっげー好きなんだよ。ほう、あのアニメーション、ええ、俺ああいうことできないのよ、うん、つって作れないっつうか、なんかい、なんつうんだろう、イメージが湧かないっつうか。おー、そうで、放課後の部室のちょっとオープニング作ってくんだよ、うん、あ、いいっすよ、なんかさらっと、うんうん、なんかタカがイメージしたやつでいいから、あんな感じのアニメーションでなんかこう2人をこう、あれじゃないですか、画面2つ分けて、うん、うんうんうん、あんな感じとかでも、そんな感じ、なんでもいいですよね、なんでもいい。僕のソフト、フィモーラ使ってるんですよ、うんうんうん、フィモーラだったら、まあ無料のできる範囲では、なんか面白いの作って。わかりました。あの、物質っぽいやつね。物質っぽいやつ。あの、アメコミっぽくはダメですね。それもいいね。それも面白そう。それもいい、それもいい、それも面白そうでしょ。まあ、ちょっと見てみます。じゃそれ作って一回ちょっとなんか作ってみますね。な、うん、まあまあ数パターンあってもいいけどね、その、うん、あれ週違いで、うんうんうん、なんかそれ作ってんだよ。わかりました。でここに送ればいい。俺のスマホに送ればいい。その LINE でもいいし、うん、別にそこ画質そんな気にしないから、うん、全然で、LINE でいいよ。わかりました、はい、そんな感じで了解です。じゃあ、今回はこれで、はい、終わりますか。はい、はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。